スカールベークはベルギーブリュッセル首都圏地域を構成する基礎自治体の一つである。スカールベークにはロバの都市の愛称がついている。この名前はスカールベークの人たちがベルギービールの一種であるクリークの原料となる炭見桜を栽培しブリュッセルの市場にロバに乗って運んでいた時代を想起させることから来ている。ダウンタウンスカールベークは大規模な トルコ人移民のコミュニティが形成されており、特にアフヨンやエルミダー出身のものが多い。また、モロッコからの移民も多い。アップタウンスカールベークは今日では、ブリュッセル国際空港に近いことや、高速道路で、ブリュッセルの金融街や欧州連合機関へのアクセスが良いことから、富裕層や欧州連合関係者の場所となっている。若いカップルには、 郊外部のノッティングヒル・ナティングヒルが不動産取得に関してまだ手頃であること、雰囲気が良いことから好まれている。スカールベイクでの人間の活動が開始されたのはヨザファと峡国でのヒュ打チー氏の発見から石器時代と推定されている。2世紀頃のハドリアヌスチ政時のコインや墓地もあり、また古代のローマ街道もスカールベイク地方を通っていたことが分かっている。 スカールベイクの地名が法的文書に初めて登場するのは1120年にカンブレー司教がスカーレンベッカとエベルナの教会の管理をソわニへの教会法によって与えられた時である。政治的にはブラバント公国の一部で1301年にブラバント公はスカールベイクをブルッセルの資産次会員によって管理させた。長らくスカールベイクは平和な村として 時を過ごしてきたが、16世紀中頃の宗教、改革時に変化が訪れる。スカールベークは2世紀にわたり、12回の破壊と影響に苦しめられた。1570年代、ウィレム1世の傭兵によるフェルナンド・アルバレス・デトレドの戦いから始まり、その後もスペイン、フランス、イギリス、バイエルンなどの軍隊がスカールベークにやってきて、教養を行った。 フランス革命後、スカールベイクは、ブリュッセルから離れ、自前の市長、議員、市議会を持つ独立したコミューンを宣言し定めた。ベルギー独立革命が起こった、時期の1830年9月27日に、ヨザファット峡国でも、革命軍とオランダの軍隊との間で、戦いが起こった。1879年、モダンなセイセルバティウス教会が古い教会のそばに、 建てられたが1905年に取り壊された。視聴者とスカールベイク駅がそれぞれ1887年と1902年に建てられている。など、ありがとうございます。